緊急で動画を回しております、えー、というのはですね、私がかねてから注目しているやばいホモ・サピエンスのオスの個体である寺田心さん、まあ、アルファ・オス候補ですよね、に関するありえないニュースが、えー、上がってきたので、動画を回してます。えー、寺田さんがですね、えー、どこかに登場するたびに身長が伸びましたねという話題になり、これが毎回ニュースになっていることに、 呆れた声が、えー、上がっているということだそうです。まあニュースの、えー、URL はですね概要欄に貼っておきますんでチェックしてください。呆れますよね。え日本のホモ・サピエンスは力を持った個体に個体を察知する能力、えー、その個体に警戒する能力も失ってしまったんじゃないかと。 ネットを介して好き勝手て言ってもですね、えー、武力で制圧されることがないから、もうそういった危険を察知する能力がなくなってしまったんじゃないかという、えー、危機感を抱かざるを得ない、えー、ニュースですね。でね、まあ、いろんなところに出るたんびに寺田さんが身長を伸びましたねという話題になるそうです。で、これが毎回ニュースになっていることで、えー、いろんな読者から呆れた感想が聞こえてくると。例えばね。 ただの成長期なのに、寺田心16歳の身長はなぜニュースになるんだろうただの成長期16歳じゃないんですよ。とんでもないオスの個体なんですよ。だからニュースになるんですよ。次、20歳超えていたり、180センチ超えていたりで言ってるならわかるけど、16歳172、3センチくらいで言ってるの面白い。 まあ確かにね、1 8 0ンチ超えてる個体っていうのは、まあ生物の強さは質量ですからね。まあこれはニュースにしてもいいと思います。確かに。ただね、まあこれだけのね、ドミナンス、筋肉でね、えー、マウントを取るオスの個体がね、16歳にして172、3センチ身長が止まっていないということで、まあ警戒せよということでね、ニュースになるというのは当然なんじゃないかなと私は思います。えー、なぜ この人、特別高いわけでもないのに、慎重に世間が注目しているのかがわからない。あなたの警戒心がないからじゃないですか。はい。ということでですね、えー、私も実際に寺田心さんにお会いしたことはありませんが、実際にお会いした記者たちはですね、もう警戒せざるを得ないような、 何かかものを感じじていいいいるんじゃないかなという,ふうに思いますそして記事にしてしまう。えー、それがね、多くのホモ・サピエンスへの継承であるということなんじゃないかなと思います。で、この記事の締めくくり、身長ばかりではなく、精神面の成長にも注目していきたいものだ。この記者はですね、まあ、この身長、えー、筋肉というね、まあ、生物としての強さ、 えー、という部分のドミナンスだけでではなくてですねアルファホスの資質としてね精神面はどうなんだということを、えー、すでに書いているわけですよね。まあ、この記者もね何か感じる、えー、寺田さんを前にね感じるものがあったんじゃないかなというふうに、えー、推測、えー、されます。まあ、寺田さんはね本当はね分かっているんじゃないかなと思うんですよ。えー、生物の強さは質量であると ゾウはね、えー、本当に強いですよね。うん、まあ、ライオン百獣のって言いますけれども、ゾウの方が強いですよ。キリンも結構強いですからね、草食動物ですが。なのでね、やっぱ身長と筋肉がね、もたらす、まあ、生物学的な強さ、えー、これは寺田さんもね、理解しているんじゃないかなというふうに思うんですよね。もう、事前に筋肉でね、えー、筋肉のマウントを散々、えー、地上波、 の電波を使ってててですね、えー、出してきてそして身長筋肉かける身長でもう完全にフィジカルのドミナンスを示してきてますよねマウントを取ってきてるとで16歳まだまだでかくなるぞと俺はこんなものじゃないぞということを、えー、理解しているんじゃないかなというふうに思います本当に寺田さん怖いですね ということでですね、やはりここまで巨大なね、強大な力を持ってくる個体であるということだとですね、精神面が成長して、決してね、その武力を決してというか悪い方向に使わない、いい方向に使うね、アルファオスになっていってほしいと願うばかりであります。久しぶりにさんのニュースを見たらね どうも日本のホモ・サピエンスたちは、この強い個体に対する警戒心を失ってしまったんじゃないかと危惧を持つ、こんな示唆を得ることになりました。寺田さん、そして寺田さんのお母さん、本当にね、これから先、もっともっとフィジカル、強くでかくなっていくと思いますんで、 えー、アルファースとしての資質、えー、体の方はもう、えー、かなり準備が整ってきたんじゃないかなというふうに思います。えー、精神面の方もですね、えー、どうなっていくか私も注目しております。この記者の方も注目しておりますんで、まあ、そういったところもですね、えー、何か YouTube でアンサー動画を出していただくなどしていただければ、まあ、多くの日本のホモ・サピエンスは安心するんじゃないかなというふうに思いましたということでトレーニングいってらっしゃい。私が創業したジムガレージでは、トレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売。 そししてて出店トトーータルサポートをしております詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしました全ての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初のあるグラスレット低分子ホエイペプチド そして金合成のスイッチを押すロイシーなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC パー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください